またこいつか。命中してよかった。俺は全部破壊してやる。
生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる？報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界、意味がないって。俺にとっては兄ちゃんが、兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。
生命体からのエネルギー供給と推測。ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。みんなにハッキングして停止させてみる。トゥビー、援護して。了解。ハッキング中の 9S 本体を防衛する。敵個体が接続されているネットワークは予測。 9S のハッキング成功確率は低い。推奨 9S。 うるさい。 9S がやれるって言ったらやれるんだ。FFCS 破損。遠距離攻撃が不可。しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そう
大丈夫。バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね。汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないかな。イエス。データ信号が共鳴し合って、生命体側に残していたみたいで、何か気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたという。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが今もまだ私の中に残っている。
comes to a halt. Silence starts to overflow. My cries are inconspicuous. Tell me, God, are you punishing me? Is this the price I'm paying for my past mistakes?
ー。